ね、2010年の、9月24日、ヤフーアクセスランキング国内の記事なんですが、まず見ていきたいと思います。そうですね、言うことしの言わじありという感じですね。これですね、結局こんなことされるんだったらレアアースを禁輸ですね。で、正式にこれ発表しない、報道では禁輸したというふうなことを言っている理由としては、 WHO に抵触される恐れがあるので、はっきりとは、中国側が言えないということなんで、報道もちょっとあやふやなのかなと思いました。で、これはまだクリック新聞に載っていたんですが、100法定速度を80キロぐらい、130キロぐらいで走ってたそうですが、もうこれはこの問題、尖閣がある限り難しいのかなと思いましたが、まだ見ていませんが、一回ここで聞きたいと思います。